確かにジャニーズさんって皆さん40過ぎて独身の方とか、そうですね、もうそろそろいいんじゃないとは適応とか一般人として思いますね、こっちからは ね、思うけど、嵐がいつ結婚するんだろうっていやーないね。でも嵐って難しそう、ね、どうなんですか、なんか結構逆にね、うん、だからニノ二宮さんはね、でも二宮さんずっと噂が、うん、噂はね、長らくて、うん、通常であればって感じですけど、お相手次第みたいな、お相手次第で、森田剛さんの時はもう一発 OK みたいな、あ、すごい言い方変ですけれども、すごく有名な女優さんだと結構ありだったりするんですか、ね、なんか報道が、熱愛が出た時の時点で報道にある通りでございますみたいな、うん、そのままで岡田准一さんと宮崎はさ、ちょっとびっくりしましたけどね、びっくりした、やっぱしかも、ね、葵ちゃんの元旦那と岡田君はお友達だった、ね、そう、高岡さんもねそうなのよ、で、その旦那のことのいろんな相談をしてる関係でもあったっていうことだし、で、いろいろあの騒動を起こしたからね、旦那さんが、そうですね、でそういう時の相談で、まあ、夫婦あのそれで2人も共演っていうこともあったから共通のお友達ではあったと思うんだけど、でも愛を貫いた感じですよね、そうですね、だからまあ、なんかお家も建ててよくね、事務所が認めたなっていう、本当にだからジャニーズさんはやっぱりだんだん緩くなってきたのかなと思いますよね、でもそれに伴う俳優としてのそのアイドルのグループだけじゃない個人の活動のもうアカデミー賞の主役とか取っちゃったりしたら、役者としてそうですよね、もう実績もそういうところって、相手が女優さんだって V6 みんな奥さん女優さんそうですよね、だから坂本くんとあとは誰だっけ、長野くん、長野くんだ、長野くんも白石美和、あ、そうだちゃんとしてる、そっか、あ、三宅くん、命もそうだ、三宅くん、三宅くんと坂本さんだ、あ、その二人が女優さんと結婚したらもうすごい、そのなんかもう夫婦ですごい大作ドラマが、みんな主演級の、みんな CM 出れちゃうっていうね、CM 出れちゃう、夫婦で、それこそね、三宅健さんはなんか安室ちゃんと一時そうだよね、びっくりしたよね、安室ちゃんとモデルちゃんタイプだ、モデルさん好きですね、最近もモデルさんと撮られてるし、でももうノーコメントで貫いてて、別に変装もしてないんだけれども、あのいい感じ、確かに私昔原宿で見かけた時に三宅さんとなんかスルッとしたなんか美女がそう、割となんかモデルさんとお付き合いするパターンが多い、坂本さんがないな、だから城島さんも出てましたね、最近、あ、出てましたね、あ、年下のね、随分若い子が好きなのね、今の20歳以上離れてますよね、そうそうそう、23ぐらいの、リーダーはでも結婚はないとかなんか言って、まあ、今回はリーダー、まあ、あそこはあの山口くんのことがあるので、今はみんなあの抜けた後で頑張ってるっていうところなので、結婚はないみたいな発言になってましたけれどもね。中井くんとかはやっぱ全然しない感じなんですか。中井さん結婚に向かないって自分で言ってたから。なんかそういう話はよくテレビで、やっぱそうなんですかね。嫌なんだって。なんかでも陰でちょっと付き合ってる方がいるって話もなんか、もう長い人雑誌に出てます。何回かありましたよね。ね、何回かありました。長い人もいました。やっぱそう。でも結局うまく隠してるの、なんか結婚に向かないって言ってた自分でね、